最高やろ。だらけあ、ない何バーってえ何バーって思ってあ、そうこうつけてね、いい、バーって何、ね、今このお店の他にも、もう今やってるじゃないですか。あ、はいはいはい。何店舗？いい、知ってるんですか？あ、知っとりゃ知ってる。お初なんですけど。一応このルンルン、ニコニコバールンルンって言うんですけど、はい、あの3店舗やらせていただいております。よ、素晴らしい。で、ここはいつ、まずこれ、まあ1号店、はい、今撮らせていただいてるんですけども、ここはいつオープンだったの？ここね、2015年。あ、2015年、はい、の、はい、そうですね、3月ですかね。3月ということは、もう5年経って6年目ですね。6年目ですね、はい。2店舗目はいつ？ちょっと全然わかんないんかい。去年ですね。あ、去年、はい、去年2号店2号店やりました。ということは、じゃあその3号店っていうのはもう本当に、あ、もう最近です。おめでとうございます。素晴らしいです。ミットさんのおかげだと思います。いやいや、何も知らない、何も貢献してないです。え、2号店はちなみに どちら、まあ、今ここがちなみに横浜のちょっと白楽っていう、ええ、はい、横浜のクラブでやらせていただいております。1号店はありますし、2号店は横浜市、伊勢崎町でやってます。まあ駅は小金町とか万東橋ですね。なるほどですね。そうですね、徒歩1時間ぐらいですかね。おお、徒歩1時間、遠いな。こうやって歩くから1時間ぐらい。遠い。こうやって歩いて1時間やばいな、それ。一人寄っちゃ2、3分で行きます。いや、どっちやねん。どんだけレンジが。僕は1時間かかりますね、はい、あ、1時間かかる。僕はこうやってやべえ歩き方。すいません。東京からはね、ちょっと離れるんですけど、まあ別にね。あ、実は、はい、その東京でもやってるんです。えまさかの、それが3号店。大田区の蒲田で。大田区の蒲田といったらね、はい、結構ゲットの基地がしてる。そうですね、基地が富は多いし、多いですね、ね、はい、いいと思うし、はい、もうやっぱチョイスが、はい、出す場所がやっぱそういうところに、はい、もう蒲田はもう本当生まれる前からやりたいなと思ったんで。生まれる前から、はい、ちょっと意味が分かる。あーいって言いまってー、はくりやないかいって感じで飛ばしておりますけど、ハンマ君の世代がヤンキー漫画がすごく多くて、いろいろ。ビーバップとか。ビーバップももちろん、その小学校、まあ中学校ですかね、読んだんですけど、不良漫画を読んで、その中でクローズ特に好きになって、そこからですね、1990年に始まった漫画なんですけど、まあ、好きな人いっぱいいるか、クローズで。このお店をやるにあたって、その、うん、まあ好きな音楽、昭和歌謡曲、はいはいはい、ロックンロールとかを主に流してるんですけど、確かに、まあお店こうやって見てもらうと分かるんですけど、はい、まあ本当に昭和レトロな雰囲気ので、好きなその趣味のクローズのフィギュアとかも最初こう語ってたんですけど、はいはい、それがエスカレートしていって、ほうほうほう、この最初は実は、はい、あのネクタイ締めて、うん、あのシャツを着てやってたんです。 あルンルンの、はい、今も金髪リーゼントやってるんですけど、うん、実は1年目はずっと普通のバーテンダーやってたんですよ。もうやってくっちゃ中でクローズっぽくしようって、はい、思ったのはどのきっかけ、タイミング、それは慣れてきて、なんかちょっと違うなと思ったんです。普通のバーテンダーやってて、はいはい、こう黒髪でやって普通のトークして、いや、なんかもういいだろうと思って、自分の好きなことやろうと思って。あ、なるほどね。それでもう決まりないじゃないですか、自分の店なんで。そうですね、やっぱ金髪も OK だし、はい、リーゼントもやっちゃおうと思って、ほうほう、それで春道になって、うん、もう4年ぐらい経つんですかね。なるほど、はい、じゃあその頃の当初から、はい、まあ、今こうやって金髪リーゼントで、はい、春道くん、春道さん、もうやる気、はい、はい、みたいにやらせていただいてると思うんですけど、はい、でそのやっぱお客さんもそうっていうの、そこで変化はあったんですか？あ、やっぱりそのクローズ好きな人が噂がこう広まったりして、口コミでね、はいはい、すごいその常連さんもクローズ読んでない人いないですね、こちらの店では。うん、クローズ、はい、そうだよね。まあ若い世代の子も多いんですよ、実は。神奈川大学ってすぐ近くあるんで、近くにね、神奈川大学っていう大学があるんですけど、ね、その子もよく来てくれるんですけど、はい、クローズってすごくて、うん、その映画もやってるんです。
小栗旬さんと山田孝之さんとか主演で、それが2011年やった。それは見た人が多いですよね、若い子。ああ、若い子は、ね、確かに。漫画よりそっちの映画を先に入ってみて。さすがですね。はい、でもそっちにもう今クローズ風にした方がもう結果良かったっていうことになるんですよね。そしたら自分が楽しいですね、やっぱり好きなものに囲まれてるっていうのは、うん、でお客さんもそこでついてきてくれる。そうですね、見てくれたりと、はい、っていう部分では、その白シャツでネクタイ締めてガチガチでやってるよりは全然。なんで知ってるんですかそれ。いやいや、さっき言ったやないかい。めんどくさいな。で、そう、うん、そういう方が、はい、やっぱりお客さんもね、かしこまらなくて済むから。あ、そうですね、うっすーみたいな。そうですね、はい、すっごい。あ、すいませんでした。これもみんな結構無視します。あ、でも慣れすぎちゃって飲んで、これもう全然無視されるんで、ちょっと無視させていただきましたけど、ありがとうございます。はい、じゃあまあそれがまあきっかけというか、うん、2号店からの3号店までが早くて、はい、どんどん出していく感じなんですか。いや別にそういう気はないんですよ。なんでその今3号店まではなんで、うん、なんか出したというか、そうかなみたいな。そうですね、僕うどんが好きなんで、うん、すごくうどんとか、はい、豚足が好きなんですよ。はあ、それをやっぱ美味しく食べたいなと思って。あ、関係あるのがちょっとないですけど、関係ある話をちょっと求めてるんですけど、全然ちょっとさっきのまま言っちゃったよ。リアクションに困ったんですけど、なんだろう、まあ、一緒にノリっていう部分もある。いや、一緒にやりたいなって言ってくれた仲間がいたから、じゃあ出そうかっていう、それだけですね。あ、素晴らしいですね。ただしかも愉快な仲間たちが本当にここのお店には集まってるというのがお分かります。おい、すごい知り合う、知り合い上手。いつまでもだらだら喋ってられないでしょ。そう、今だから締めに入らせてもらってるんですけども、はい、まあちょっと最後、あ、これってルンルンの特集しちゃう今ルンルンとそのカンマくんの話を、大丈夫、わし興味あるし、おらんけどね。いや、でもいないかもしれないけど、いや、いるわ。いる、いや、いるよ、こういう人ってなかなかいないから。インスタとツイッターを俺、フォローしてほしいよ。それだけよ。あ、なるほどね。なんか、それだけ。そうだね。わしね、このね、いや、見えないよ、もっと近くにやる。これ、はい、フォロワー1万人チャレンジを、なんか強制、はい、まあ、強制って言ったらいけんな、ちょっとチャレンジをやってるの。行かなかったら、武漢に行ってバンジージャンプすらいけんの。なんで、あ、武漢最悪や。行っちゃいけないとこで、そういうなんかバスゲーム、強烈なバスゲーム行かなかったら、ぜひフォローしてください。本当は最初整形やった、行かなかったら整形ねみたいな。整形しろ。もういい、もういや、そっちの方が面白くね。だから行ったら整形するわ。1万人行ったら整形するんだよ絶対。どこするどこ。いや、もう全部する、春道にするから。おい、春道に整形するんで、1万人協力してください。言いました、言いました、します、します。じゃあ行かなかったら罰ゲームということで、そういう興味本位でもいいんで、うちの店はもう全然来なくて大丈夫なんで、これだけやっていただければ。なんかかっこ悪いやん。なんで来てくれとか言うのも、なんか来てください。ああ、まあまあまあ、だからそこいいよね、そういうとこ来てくださいとか言うもんじゃないんだよ、うん、だから本当に来たい人が、うん、そう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 、うん、それは嬉しいのも入ってくれた人はもう全力でそれ喋って楽しむよ、うんうん、そらもちろんよろしくお願いします、来てくださいっていうの、俺はあんまり好きじゃない。間違いない、それはね、お願いします、笑ってくださいっていうのと一緒やん、うん、かっこ悪いことやりたくない。見えますかね。かっこ悪いと思うこと俺はやらねえって書いてあるし、これなんですよ。これもクローズの名言。そうそう、あの春道さん、春道がその言ったセリフがね、最強と言われてる靴上達夫、最強、日本不良界最強の男、靴上達夫、これが挑戦しに来た時にこれが、いや寝かせちゃないでしょ、した時に怪我をすごいしてて、怪我人と喧嘩なんてしないよ俺は、うんうん、だからお前ちゃんと直してこいよと、怪我人と喧嘩するのは俺にとってかっこ悪いことだよ、直してイーブンにして、そうそうそう、喧嘩しようねって。だからそう、かっこいいこととかっこ悪いことが俺にはあって、怪我人と喧嘩するのはかっこ悪いから今日はやらないって。へえ、めちゃめちゃかっこいいの、すごい、ありがとうございます。
ちなみになんか今後のルンルンのあれはあるんですか、なんか目標みたいな。いや別にルンルンの目標、目標なんかまあそのグループ今3店舗3号店まで出してます。ああ、こっから増やしていくのか、はたまたなんか、いやそれもあんまり、その増やしていくとか増やしていかないとかは別にあんまり考えてないけど、でも面白いことをできる仲間であったり、まあなんだろう、もう増やしたいよね、そうやってそのネットワーク的なもの、なんだろう、笑ってもらえるとか楽しんでもらえる人をもっとなんか知り合っていきたいなっていう。なるほどね。もっといろいろ、確かにこっちのこっち側でやる人ももちろんそうやし、そう来てくれる人もそうやし、そうね。でもそこが地元は福岡でね、やっぱ福岡でお店はやりたいなっていうのを思っちゃう、正直言うと。ああ、なるほどね。今後ほんだらそのやっぱうちの親とか近いし、そうだね、妹とかの家族も会えるし、やっぱそれは思っちゃうかな。なるほどね。じゃあ、まあ直近ではないけども、まあ、目標としては45ぐらいまでなんかそれ、ね、福岡で。ああいい、それちょっと考えてるかな。なるほど、うん、それはでも今ここも残しつつの話。そう、もちろんもちろん、どんどんあっちにも出店してっていう、広がっていけば、ね、うん、確かにそれはかっこいい。かっこいいかね、全然。総括するとまあ間違いない店っす。面白い、とにかく面白い。ラッキー。意味わかんない相づちですけども、まあんなこんなで、はい、ちょっとお別れの時間となりましたので、はいはい、今日のゲストはニコニコバールンルンのカンマくんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。最高やな。バキュン。さよなら。